地下倉庫知り合いの T さんは数年前から地元のスーパーマーケットに勤め始めたのだが最近になってこの店に妙な噂が流れているのに気づいたというというのも業務に慣れたからか他の仕事を多く任されるようになりそれまで自分には関係なかった場所 地下の倉庫に足を踏み入れる機会が多くなったからだ。この地下には階段とエレベーターで行き来ができ、店内に陳列する在庫の搬出はもちろん、従業員用の休憩スペースや事務所などもある。T さんの業務は在庫の搬出を行うことが多く、2台カートと共にエレベーターに乗り込んで地下倉庫と行き来している。 以前は特に何とも思わなかったのだが、何度も地下と一階を行き来しているうちに、なぜかはわからないけれども、なんとなく気持ちが悪い、という奇妙な感覚を覚えるようになった。居心地の悪さって言うんでしょうか ?T さんはそう例えてくれた。はっきりと言葉にできないが、 とにかくそこに居づらいような、すぐに去りたいような感覚だという。どこか奇妙に思いながらも、その地下に長時間の滞在をする必要もないので、T さんは特に気にせず、日々の業務をこなしていた。そんなある日、その店に新しく高校生のバイト、H さんが配属されることになり、彼女の研修の担当を T さんが任されるようになった。 と言っても、担当とは名ばかりで、T さんが付きっきりというわけではなく、他の従業員や社員さん、パートのおばさんたちも手分けして研修を行っていた。職場の雰囲気は以前から柔らかかったので、H さんも次第にみんなと仲良くなっていった。だが、H さんは休憩の時、決して地下の従業員用スペースには来なかった。 晴れている日は外の飲食スペースで、天気が悪い日は店内の休憩スペースにわざわざ向かい、他の客に紛れてお昼をとっている様子だった。それがあまりにも徹底された様子だったので、気になった T さんは、ある時それとなく聞いてみた。なんで従業員用スペースで休憩しないのと、ごく自然に。すると E チさんは一瞬固まって、 少し目を伏せながら言った。そうじゃないんです。あの場所が嫌なんです。彼女は昔からそういう体質らしく、意図せずして人間ではないものが見えてしまうらしかった。そしてあの地下には何かがいるそうで、彼女はそれを見たくないがためにわざと避けているのだ、と言う。 それってつまり、幽霊ってこと ?T さんがそう聞くと、H さんははっきりとは答えなかった。わからないんです。映画やドラマで出てくるようなものじゃないから。H さんが新人研修の一環で、T さんに連れられて地下倉庫の案内を受けている最中のこと。エレベーターに乗り、 地下に降りて扉が開いた途端、人のようなものが視界に飛び込んできた。それは口をカーッと開け、向いた両目はこちらを凝視し、少し前鏡のような格好で、道を塞ぐように立っている。一見すると黒っぽい女のような姿だったが、H さんは慌てて目をそらしたため、詳細はわからない。 その様子を特に咎められもしなかったので、T さんの説明を生返事で返しつつ、それを見ないように目を逸らし続けた。地下はあんまり来ないし、説明はこれだけだから戻ろうか。という T さんの言葉に H さんは心底救われたと言っていた。エレベーターが閉まる直前まで、視界の端には、それの姿がずっとあったままだという。 話を聞き、T さんは、やっぱりそういうものがいたんだ、と留飲が下がった。自分が感じていたおかしな感覚は気のせいではなかったのだ。H さんからは、地下にはあまり長いしない方がいいと思いますよ、と忠告された。去り際にぼそっと何かをつぶやいた H さんだったが、女の姿を想像していた T さんは、 最後の言葉を聞き逃してしまった。その後しばらくは店に在籍していた H さんだったが、高校卒業を機にバイトを辞め、今ではどうしているのかわからないそうだ。T さんはというと、未だにその店に在籍しているそうだ。あの変な感覚、何かに似てるなって思ってたんですけどね。この間、飲食店で店員さんが食器を落としちゃって、 私が近くにいたので片付けを手伝ったことがあって、その時の周囲から注目されている時に肌で感じる他人の視線。それが一番その地下室にいる時の感覚と似ていた。そこで T さんは H さんがあの時最後につぶやいた言葉をぼんやりとだが思い出したそうだ。 みんな見られてますから。今でもその店にはバイトやパートが頻繁に雇用されているそうだが、何割かの人は地下を嫌がり、エレベーターに乗ることを無条件で拒否したりする人がいるらしい。そういう人は、一月も経たないうちに辞めていってしまうのだそうだ。そのうちの一人、若い男の子の研修の際、H さんと同じように、 t さんは地下の案内をしたそうだが、エレベーターが開いた瞬間、男の子が目を向いたまま固まってしまい、ガタガタと震え出した様子を目の当たりにしたことがあるそうだ。尋常でない様子で、何回も声をかけたが、彼は全く反応せず、名前を呼んで体を揺すると、ようやく我に帰った様子で、すみません、僕ここ無理です、と言って、そのまま帰宅し、 翌日にその子の親から辞める旨を電話で伝えられたという。T さんは見える体質ではないが、その様子をひどく恐ろしく感じ、それから極力地下に入ることは避けているという。エレベーターに乗って地下に行くときは、その見えない女と目を合わせないように、なんとなく目を伏せているそうだ。目を合わせちゃったら、 なんとなく、ダメな気がするんです。T さんはそう言って話を締めくくった。